ンポン。キスラアカリとは何者なのか。今回は彼女のことをより知るべく、彼女の生態を理解していこうと思う。彼女といえば父。そう、皆さんもとても興味のあるであろう。父なのだ。父が彼女の全てであり、画角には父しかいらないとまで言える。さっきからなんだこの茶番は。あ、父を求め三千里。今回はあかりちゃんのことをより視聴者の皆さんに知ってもらおうという企画です。あ、なんや、自己紹介とかすればええんか。いえ、解説は専門家の方をお呼びしてるので大丈夫です。専門家どうぞ。どうもー。葵ちゃん、あかりちゃんのことを本人よりも知り尽くすあかりちゃんのプロです。では葵先生どうぞ。なんかちょっと怖いんですが。キズナあかり、漢字だとこ、ローマ字だと KIZUNAAKARI。 キズナあかり。それいる。名前の由来は縁で結ばれた人たちとの絆を明かりで照らす。誕生日は12月22日。年齢15歳。身長151センチで、中の人はホワイトアルバム2の沖祖刹那、低音の平沢ういなどを演じてる米沢まどかさんです。そして公式の基本設定についてはこれ以上の情報はありません。開発者によると、必要最低限のプロフィールだけ用意して、人物像やキャラクター同士の関係性などはユーザーの想像に任せるという広がりを持たせるための方針をとっているためと思われます。そして熱創作では、巨乳キャラ、食いしん坊キャラとして描かれることが多いですが、公式絵を見ると、そんな極端に大きいものではございません。一説によると、開発チームが同じとされ、何かと関係性の深いボイスロイド、ゆずきゆかりと比較した際に、相対的評価です。なんかこっちに流れ玉来てます。そこから二次創作としては、若干誇張されたバストを描かれることが多くなったとか。おい、父しとんよ。セクハラ親父かてめえは。また大食いキャラについては、発売前の生放送で食事に関連したエクストラボイスが多数公開されたためと思われます。うちの動画もそんな感じなんでしょうか先生。そうですね。動画投稿を始めてだいぶ経ちますから、今ではあかりちゃんのお相撲さんキャラとしてしっかり定着。誰がどこに定着しとるんや。もちろんスレンダー美人ですよ。おほほ、あかりちゃんにたくさん食べさせたい。みんな僕が踊ってあげるよとコメントください。やめろや。でも本当は美味しいもの食べたいでしょ。まあおい、お前らコメントしてんじゃねえよ。今度みんなであかり先輩にたくさんおごる会やりましょう。いいですね。いつもお世話になってるあかりに負けなしの小遣い。はたくて、めっちゃ嬉しいけど、あんま甘やかさないでや。